皆様サワディーから東北経済北陸元ブロガーの元海軍兵総長の孫です。本日は2565年、令和4年西暦2022年の12月上旬でした。フィエスタ ST のエンジンオイル交換をします。今回はアシスタントの小熊ちゃんに工具類の準備をしてもらいました。 4.5 リットルのオイルパックですね。アッシュオイルの VFS5W30、 これエンジンオイルの40度と100度の同粘度を確認したところ、雪国向きとして具合のいいオイルとなっています。同粘度の観点でいうと、エンジンが冷たい時はオイルがサラサラな方がエンジン始動時の負荷が低いです。そしてエンジンが十分温まった後にオイルの粘り気が大きい方がエンジンへの保護性能が高いです。冷えている時はできるだけサラサラ、温まった時にはできるだけネバネバ、自然法則に反する要求をしているわけなんですが、この理想に近いことが高性能エンジンオイルの目安の一つです。そしてオイルフィルター、これは1万3000キロで交換となりました。これ何ですかね、ゴム製の継ぎ手みたいですね。これは10リットルのポリタンクですが、6ミリ径の隔壁ユニオンを通して外径6ミリ、内径4ミリの PTFE チューブが刺さっています。これらはモノタロウとアマゾンで3000円で買いました。そして掃除機、さっきのゴム製の継ぎ手をタンクにつないで、掃除機のノーズルをつなげます。 PTFE チューブはオイルレベルゲージの穴に挿入しています。オイルが抜けやすくなるため、オイルキャップを開けます。スイッチオン、抜けるかな。吸えてますね、よかった。へこんでいるんだよな、吸えない。あ、負圧がタンクに逃げてる気がしますね。よし、オイルは足りてますね。不幸にも車体下に潜る隙間を開ける用のスロープに乗り上げるため、エンジンを動かす必要がありました。
ナットツイスターを使って舐めていたドレンプラグを外します。掃除機でオイルを抜いた後にドレンプラグを外して、掃除機でもほぼ完全に抜けてますねをやりたかったんですけどね。2000キロ弱だけど汚いかな。一緒やね。あとこのサイズ違うからな。新品のオイルドレンプラグが エラレオネから送られてきた中国製のドレンプラグのネジ山が潰れていたんで入っていきません。オイルフィルターを外します。新品のオイルフィルターのゴムパッキンにオイルを塗っています。オイルフィルターも締めすぎには注意です。ネオジム磁石を貼っています。熱で磁性が失われるとか注意書きがあったんですが、いまだに強力です。バイクに飛び乗ってアストロプロダクツでホンダ用の規格が同じドレンプラグを買ってきました。最初からこれにすればよかったですね。帰ってきた頃にはすっかり周りが暗くなっちゃいました。新調したオイルジョッキでオイルを入れていきます。便利だな。これは便利。写真だと見にくいですが、約 4.7 リットルで、ここまで来ました。取説通りですね。この景色は大分県九十高原近くの秋口でして、このメンテナンスの少し前のドラレコ映像です。音声が録音できていないんで、このドラレコは保証期間内に交換対応してもらう予定です。掃除機を見たことのある人なら誰しも思いつきそうな今回のアイデアでしたが、このオイル交換方法をする人がいないということは無理だからなんですね。
まったく子熊のせいで恥をかいちゃいましたね。一般的にタンクや容器というものは制圧・陽圧に強く、負圧・陰圧に弱いものです。ペットボトルとかそうですね、強炭酸水とかの容器は破裂しないくらい頑丈なんですが、人間の肺活量でも簡単にへこませることができます。使える映像に対してトークの内容の尺が長い時はこういった映像も使おうかなと思います。それでは採点画面に行きます。バイバイ。君の前を遮る汚れた闇を切り裂く剣になるよ。